お前らみたいなのがいる限り俺は何度でもプレイする。はい。ということで皆様どうも見えてますでしょうか聞こえてますでしょうかホラーゲーム「サイレン」。 主人公、須田教役の光です,お願いします、えー。スタート直後くるくるとねちょっとなっていましてまたかと思ったんですがなんとか復帰してくれたみたいですねやっぱ9時台なのでちょっと重たいというのがねあるのかも分かりませんがご心配おかけしました接続状況は非常に良好と出ているんですがもしかしたら YouTube 側がですねもしちょっと重たいのかも分かりません はい、音、聞こえてますでしょうか、チェックチェック、チェックワンツー、はい。前回はです、ね、あのスペシャルということで、宮田牧の役の三田さんに来ていただいて、もう大盛り上がりしてです、ね、その分、えー、今日一人になってちょっとね、寂しさと不安だなと、えー、思ったんですけども、えーね、私には何万という。 サイレンクラスターの皆さんがついてますんでねはい。なので、えー、皆さんのね今日もチャット欄のコメントそしてアーカイブをご覧の皆さんのねお力も借りながら、えー、頑張っていきたいなと思っております、えー、無事に見れてるでしょうかあ聞こえてる良かったですこっからなんですね音問題前回は本当ご迷惑おかけしましたあのゲーム音がね入らないというトラブルがありましたが 多分大丈夫だと思うんだな。今、この見てる感じ、ミキサー見てる感じ、動いてるのでね。はい。ちょっとまた、あの、聞こえてないよとかありましたら、あと、くるくるしてるよとかね、ありましたら、ぜひとも、えー、お教えください。お願いいたします。はい。ということでですね、えー、ここまでまずあの始まってすぐですけども、えー、まだチャンネル登録してないよっていう方とか、えー、応援してますよとか、サイレン大好きだ私も俺も大好きだっていう方はですね、ぜひともいいね、そして下の方にもコメント。 そしてあと今始まったんでね拡散ツイッターなどの拡散そしてチャンネル登録よろしくお願いします励みになりますお願いしますさあ,あ頑張れありがとうございます音声 OK ですありがとうございますさて今日はですねあの宮田先生役えー、まね宮田真樹の役の三田さんのおかげで四つ進みまして志村さんステージさあ来ましたよ ね、タイトルにも書きましたけども、ゴルゴ SDK、再びなるかとはいいうことで、ですねちょっと久しぶりなので、そして、ね、どんなところかって、一応僕も、ですねこの公式パーフェクトガイド、まあ、こうもう、ね、もの貼ってるんですけども、をね見ながら、ですねなるほどと思ったんですけど、どうやらあの前回ね僕がやらせていただいた、えー、志村さんステージと同じ場所ということで、これがまあ俗に言うループのような。 ことなんですか、ねうんうんうん、でしかもちょっとあのねゴールが違うということでちょっとそのあたりもですね皆様の、えー、チャット欄でですね教えていただきながら、えー、進めていきたいなと思っておりますなのでよろしくお願いしますさあいきましょうまずはゲーム音がちゃんと出るかどうかそこの部分からですかね最高いきますよ これしてこれしてこれして、ドンさあどうだ芸文来い空気が騒がしいな相変わらず渋い声ですね そうでこれで短いんださあ短いいんんだださあどうですか声あ空気が騒がしいなっていうチャット欄のね、えー、言葉があるということは大丈夫でしたかまず第1条件はこちらでしょで第2条件が出るんじゃないこれだ同祖神でいいんですか同祖神の道へ到達 聞こえたよかった、よかったけど、じゃあ前回は本当に何だったんだっていうね、ちょっと怖いですけども、ただの OBS トラブルであってほしいんですが、さあ、このね、今ね、テレビをモニター画面にしていながら、パソコンの画面を見てるんですけどね、この銃の部分はね、パソコンの方がちょっと明るく見えるんでね。はい、まずマップ、マップ見ましょう。 マップ見て、えー、スタートが、えー、一緒ですね。ゴールが違うんだ。ゴールがここ。ここですね。ゴールがここということで。なるほど。これなんか僕もね、僕調べというか、えー、ですとね、えーで、同じような流れをして、まあ、トロッコで、またあのね、あのしびと引いて、で、鍵を取り、 今度は、かこの何ですか、ここにどれだこれか。管理小屋っていうところに行くので合ってますかねあ、タイマー押してない。ありがとう。タイマー、タイマー。そう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 。1時間タイマーも用意してたんだ。1時間タイマー押させていただきます。ドン押しました。最高。まあいいや今のはね、まだスタート、ストップしてるからいいよね。最高。 これはこの管理小屋っていうのでなん,かあのなんか桑みたいな桑じゃないななんかあれ取るんですよね。それはねなんかね勉強したんですよ。なのでそこまで行ってまただからそれ生き返っちゃうでしょう。これでも本当玉数気をつけないといけないですね。球数気をつけながら。ああ。 まずここ1時間でね、絶対ここはステージクリアしたいなあ,あ、鶴橋。そうそう、鶴橋、鶴橋。あ、水田さんも来てくださってる。ありがとうございます。コメント見て、コメント見て、見,て見えてます、見えてます。<laughs> やっぱ一人だとね、こうなりますね。頑張りますよ。コメントありきで済みますよ。まずは、ああ、き込んでる、大丈夫かな。唾だめ。 前回と一緒でしょやっぱ一度やったことあるステージってのはちょっとね少しだけ気が楽死人の数とかが違うのかなまだか久しぶりだからはいこれですまずはもうこいつとの対決ですからちょっと前出すぎてるんです あーいるねまずは彼をどうにかしたいね、うん、あいるねこの野郎いきなり来た前すぎたか赤いの見えてあー見えないなどうだ よし倒した。よしよしよし。最先。そしてもう一人ぐらい死人いないかないないか下でやるしかないかさあ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 彼との対決はだいぶね僕も慣れてきましたね ここの辺のこないか来ないなこの辺から来た OK 一人あともう一人どこだなんか見つかったんだよなあ来た来た近いやばいいやー近かったー近かったー急ぎ急ぎ急ぎ 動き出すぞはいはいワイヤーカッターはいはい拾ったはいまずはここまでまずはここまであタイマータイマーはもうこうてあまずはここまでよし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 いいですよ最先いいよこっからこの間は左に行きましたけどもトロッコですよねもう多分トロッコ左はもう やったから用済みですあリロードリロードリロードしとこはーあはあ心細い, <laughs> は,い、はい、はい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 分かってるよ分かってるよどうせいるんでしょどうせいるでしょうはいったはいいました さ、真っ向勝負だこれなんかもっといいやり方ありそうなんだけどなここよっしゃお尻だけどヒットお尻だけどヒットだよし,しよ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 しやっぱり志村、ちょっとやっぱり志村さんとか、ま、なんかやっぱりいいな相性がいいな よし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 。えー、っと、これで、リロード、今一発だったけど、一応リロードした方がいいかな。リロードしとくこれで、さて、う、え、ん、ー、トロッコ押したらもう、 まあ、もう読み返ってる可能性はあるけど、それチェックして、トロッコを押して、まず奥のやつやって、鍵取って、それで管理小屋ですよね、管理小屋。こっから管理小屋に行くんだよね、あの右に行くんだ。この間は左でゴールしましたけど、右へ。はい。一応リロードしとこう。 そしてもうどんどん進みたいんですよ8月5日までにねゴールをしなきゃし,しなきゃいけないってわけじゃないですけど一応僕の目標としてねジェノサイドエンドジェノサイドエンド目指してますからねトロッコして頑張って志村さん頑張って <laughs> 腰膝、気をつけてうううそうこれでこれが奥にいるねここドーンとやられましたはい走りましょう島さん頑張っていいよはいと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 1回返ってる可能性があるからはい行き返ってる そりゃそうかあ上に、ね、いるねあれはあと2人はこれをリロードしてるね見てない好き倒したい今か、うん、見えてないか何か違うとこ 足踏みよしあちくしょうあと一人いるよねちょっと無視しよう球数もったいないからねさあ,さあさあさあ鍵落ちてる鍵落ちてるよね頑張って志村さん よし,よしよしここまでは一緒だよああドキドキの音がはい鍵開けてよしいいでしょ管理小屋のとこにいるんでしょそれは情報持ってるよああはいすぐはいオッケーはいこれではい入って よし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 はー赤い水飲ましてください一度赤い水飲ましてくださいはーし僕と志村さんの相性いいよよしよしよし見てますか水田さん頑張ってますよよしそれからえー、っと 管理小屋行ってえく、ー、わだっけじゃないまたまちえちゃったよしこれこれだこれこれだねこれこれこれ拾って朽ちたる拾ったなんかある写真が飾ってある働いていた 公員た,たちのようと。ここのね、ここ作った人たちかな。開通記念集合写真がアーカイブに追加された。そういえば、これアーカイブってなんか落ち着いて見たことなかったですね。アーカイブ見てみますね。って言っても、これちょっと見方が分からないんです。見方が全然分かりませんけどあ、これか。あ、これだ。 東三号車高開通記念写真昭和33年9月13日結構昔だねなるほどねこの中に誰かがいるとかあるのかなこういうねサイレンの魅力の一つでもあるんですけどこうアーカイブがすごいあのしっかりしていてあの見応えがあるというなのでこれからサイレンやりたいなって思っている方とか、えー、ね 一回やったけど、このアーカイブとかそんなに気にしたことなかったよっていう方はですね、ぜひともアーカイブもチェックしてみてはいかがでしょうか。僕は今回はちょっとあのじ、時間と余裕がないので、そんなにアーカイブ見れませんが。なんだこれ謎の発光体を発見なんですか ?UFO? スカイフィッシュ怖いよ、もう一人でやってんだから。 アーカイブ面白いですよね、うん、アーカイブタイム初めてやりました。UFO かな答えあるんですかねこれね。ミサさん、あんまりあのあチャット欄荒らさないでください。あ皆さん、こっちに集中してほしいんで。<laughs> <laughs> でもありがとうございます。見ていただいて。なんか拗ねてるとかってあるんですけど、あんまり <laughs> すみません。ちょっと今どこ で言ってたのか分かんなかったです。すいません。<laughs> さあ、行きましょう。こっから、皆さん、こっからどうしたらいいんでしょうかもうゴール目指しちゃっていいのかなちょっとチャット欄チェックさせてください。ここから、でも多分もう間違いなく生き,き返ってるよね。さっき2人打ったけど。 あ,のあれが怖いねトロッコで引いたやつがねどうしたらゴール目指しましょうなるほどあゴールで大丈夫ゴールっていうのがちょっといまいちよく分かってないんだけどこれはこっからあって出てきて左行ってあのさっき最初出てきて左曲がって 打って左曲がって降りたところ降りないってことなのかなその奥に行ってるってことなのかなこれ。多分そういうことですよねこれね。だから、登り切って、まだ奥にまで行かなきゃいけないんだ。はあ、みんなし死と送るじゃん、じゃあ。引いたやつはまだ大丈夫かも。なるほど。ありがとうございます。襲撃手復活するんで気をつけてください。なるほどね。やっぱりそうか。ここから気をつけた方がいい。 生き返るっ厄介だねさっき倒れたやつが復活しますそうだねそれだよねあリロードしといた方がいい志村さん行こうこれだまだ大丈夫ああ一発でなんとか。ちょっと待ってあすごい見つかったえー、どうしよう えーどうしようやだーこんなとこでここまで来たのに銃銃でしたね今のは打ち合いかいやいやアドバイスなきゃ無理ですよダッシュいやー打ち合いになっちゃうな今銃のやつだったな一瞬うそー 視界ジャックする視界ジャックしようこいつだうわーなるほど違う方向向いてる時しかないかうわーすごい近い接近戦 よっしゃー。よし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 冷静に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 。サクるよいるでしょどうせ知ってんだから。しびと。来た。こかむっちゃったごめんね。ここがもう一人は。 もう一度どこ行った来るかこれだよねこれだよねこれでこれでこっちこっちちょっと待って教えて <laughs> ああこか股ちしちゃったけど合ってます左曲がったよ左だよね今上 上、上、あ下じゃなくて上、そう、ちょっと落が発生してるんだよな、でも大丈夫、ちょっと混んでる時間帯なんでしょうね、生配信ね、上ね、上ね、あれ、鍵がかかっている、鍵がかかってるって、さっきの鍵いや、違うね、腐って鍵穴まで錆びて潰れてしまっている、あらら。 何か道具があれば壊せそうだなるほどそれでさっきのそれでさっきのおおおお出た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 なるほどこれで使うんじゃないですか志村さん頑張れよっキャス頑張ってよしああどっちも壊れた いや、志村さん、リロードしてる場合じゃ。はい、はい、どっちも壊れたけど。ほら、階段あ、いけない。よじ登り系よじ登り系だ。それでそれでそれでおよっしゃー やったー志村さーんそしてみんなありがとうああやったー勝利のお酒じゃないけど勝利の赤い水どうだい一人でもできたぞよし 一人でもできたありがとうございますちょっとやっぱり相性いいな、志村さんと。ねえ、志村さんとの相性いいよ。それ何の水や赤いファンタの水。赤いファンタの水。<laughs> の水です。 あーありがとうございます、皆さん。左に同窓陣ありました。分かんなかった。テンパりすぎて分かんなかった。そっか、同窓陣っていうのがあったのか。いやーありがとうございます。あーもう1000人の方が、ありがとうございます。あーあ、シュトさん、今来ました。ようこそ、ありがとう。 今ちょうど一つ見てください。シュール条件に。はぁ、でもまだ。あ、そして、あや、あやべしいさん。ありがとう。かわいいキャラ。イえ。ーよし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 、調子いいよ。まだ20分、25分ぐらいでしょう。時間。20分。いけるいけるいける。 ただあれなんだね。この次がさ、これもう、僕、いつでも開けるようにシナリオのとここれもう貼ったんですけどね。次が初めましてなんですよね。美浜さん、美浜さんところは全然わからない。巻チョコさん、ゴルゴ SDK 降臨、うますぎます。ありがとう。ゴルゴ、慣れましたね。<laughs> よかったー。 ちょっとこういうなんかこう、やっぱり、僕、丸腰系がね、ちょっと苦手な部分があるので、どうしても逃げるだけのね。なので、あの、安心するんですよね。飛び道具系は。だから相性いいな。馬ボぼさん、SDK、日に日にうまくなってますね。ありがとうございます。いや、うまくなってるか分かんないですが、志村さんとこだけ相性がいいっていう感じかもしれませんね。ドッキドキ。 ミーナさんねミーナさんドキドキちょっとほんとにどんな感じだろう丸腰かなとえずまずはね一度これねちょっとこまめにチェックさせてくださいコメントもねあ来た来たもう最悪顔もベトベトショーを浴びたいなんで誰もいないのよ タバコ吸うんだねよそ者か巻き込まれたな<う>あ,あの、私道に迷っちゃったみたいで。あの、女のせいだ。昔とすんぶちがわない姿がた。やおびくにだ。あれは化け物だあのちょっと話がよくわからなくて。それより、あの、女のようになりたいか。いやおさな、ね、に生きる女に。 いい表情したね、今。なるほど。そうやってつながっていくわけね。志村さん、今の志村さんとこう終えて、直後に会ったってことなんだね、志村さんが。美浜さんにね。なるほどね。そして、八尾。八尾、なんだろう。日。丘。 ちょっとよ伝承がアーカイブに追加されました。セーブ、イエス。いや、この前回のね、この右上にある、これなんで3つあるんですかって、ね、アーカイブ見ていただいたら分かると思うんですけどもね、前回、三田さんにやっていただいたところでね、なんか手拭い、宮田だか牧野だかどっちの時、牧野かな。 手ぬぐいをやり忘れたみたいので、これが後で後々ちょっと大変なことになるみたいな、宮田さんのときに大変なことになるみたいなことがあって、もしかしたらそこか,から戻った方がいいですってなった場合に、一応残してあるということですけどね。八尾 <laughs> ク邦、なるほど、読めない八尾ク邦。 ヤオビキニじゃないでしょ <laughs>。さあ、ここから美浜さんステージになるんですが、ちょっと美浜さんステージ、一回入ったら、マップにするんで、また皆さん、ちょっと教えてください。どうしたらいいかっていう。僕もちょっとそのマップを見ながら確認したいな。あ、戻れるんだ。戻れるから大丈夫ですよってコメントある。戻れるんだね。なるほど。 戻ってそこだけやってとか、でもそこから戻っちゃうのかな、全部。それとも、戻ってそこだけやり直すことが可能になるのかな。ちょっとまたそれ、後でね、誰かに聞いてみたいです。まずは、ここ。美浜さん。さあ、また美浜さん。美浜なほこ、なほこかなほ

まさか同じステージ同窓陣。同窓陣見てみますか、アーカイブ。え、まさかそういうこと同じステージを武器なしでいくってことそらさん、あと20分頑張ってください。ありがとう。そして、新星さん、赤いファンタ大オーバー、ありがとう。 同じステージを、えー、丸腰で行くのちょっと皆さんのコメントをちょっとね一回マップ開いたら見ようあれまだあったあもうさっきから何幻覚見るほどおかしくなってないわよイライラしてるねずいぶん何今の おーいきなり来たーいきなり来ましたーちょっとマップえー、っとここだよねゴールああなるほど志村さんが来たところに最初のところに戻っていくんだそれただ戻るだけじゃダメでしょうねそういうことじゃないでしょうね <laughs> 絶対そういうことじゃないですよね。スッスッスッと逃げて、ただ戻るだけじゃないよね。そんな簡単なわけない、サイレンが。もう知ってきてるんだ。こっから武器なしで。やばいなちょっと今、だいたい1回の話に2個ずつ来てるんでね。ちょっと皆さんのチャット欄読ませてください。ここからどうしたらいいか。 管理小屋へうえ管理小屋まで行くの電気は絶対良くなさそうなことは確かなんだよね丸腰だからでもこの広さ多分駆け抜け美浜じゃないと無理かもしれないな駆け抜け美浜からの管理小屋 ありがとう、さっき教えてくれたらそこだけやり直せる。ありがとう。シナリオ解放されたら、シナリオセレクト解放されたら、なるほど。鍵、鍵って言ってる。えっと、うーん八オがまず目の前の扉を開けて階段落ちてたど、どことどことどこと。うん。あ、同粗心さも照らしてたんだ。 同じとこだよね。志村ステージ、逆走してうーん。ちなみにね、三浜さん役のね、小城さんにもお会いしたことないんですよね、直接はね。はい。サイレン店にね、来てたっていう話は聞いたんですけど、お会いできなくて。で、17年、違うか、もっと前か、もう20年ぐらい前の撮影時もお会いしたことないんですよね。うん。かか僕のイメージはだから ね、このミーナとね写真のイメージしかないんですよねあミーナは銃使えるなるほど銃使えるんだ鍵シビとまずはどこへ行ったらいいかそうですまずはどこに行ったらいいかっていうのを教えていただきたいそして、えー、私の 今,今回の企画で目指しているゴールはジェノサイドエンドだということをご理解いただけたらいいと思いますまずは視界弱管理後へ銃拳銃を拾いに行くえー、っと鍵まずは第三車庫。 第三者第三者校っていう意見と管理小屋っていう意見があるんですが5番っていう意見の人もいるんだけどこれは少ないから違うのかな管理小屋の鍵かあなるほど管理小屋の鍵がないとだめなんだだから第三に行けと駆け抜けちゃだめ 何はともあれ管理小屋っていうのは、でも管理小屋行っても限らないと開かないんでしょ、多分これね。そういうことですよね。土地、場所間、地図間はあるんだよな、さっきのとこ一緒だからね。あそこ出て、第3は、あそこ出て、第3、こっちでしょ、手前のとこでしょ。で、死人がいるのか。 分かりました。じゃあ第3に行って管理小屋の鍵を拾うと OK まず電気消していやもう近いなこいつ真下いやその下にも。 あ登ってくるさっき開けたとこでしょうわすごいすごいギリ開けなくてよかったあ、こいつに追滴系か追滴系っぽいな 電気消して、うん。ゆっくりゆっくり。第三に逃げ込もう。そこから考えよう。はク バイけ上行け早くうわ近い上行け,早くうわ近い上行けはいはいはいあ近いこれ作るか はいしはいはい、はい、第3入ったよ第3入りましたよごめんちょっと真剣になりすぎて配信してること忘れた…忘れるぐらい静かにしちゃったごめんなさい <laughs> すいません第3入ったさあ危なーギリギリー 三浜は足速いから走れば結構逃げれるなるほど夜だから昼よりはバレづらいそうなんだなるほどねさあそれで視界ジャックっぽいね視界ジャックしとこう今のうちに教えてください皆さんあっちかあっちかほう これだ何なんてなんか言ってる鍵って言ってる鍵ってこれあの箱鍵ってっちょっと待って教えてとりあえず市人がなんか珍しく喋ってるんですけど <laughs> めずれちゃんと喋って「鍵」って言ってる気がするしびとがカギー「鍵」「鍵」ってあーこういう時にチャット欄が見えないどうなってんだあれチャット欄チャット欄頼りなのに俺「鍵」「鍵」って言ってた気がするんですよ 今あそこで一緒さ第が入ってあのボコってなったとこにいてあの辺で鍵鍵鍵チャット欄が見えないよー助けてー配信はされてるよね配信はされてますよねまいった あれシャットオーどこ行ったくるくるしてるあっあったあったあったよかったえっと今鍵鍵って言ってるんじゃないか説ですのしびとんとこにいます三浜さんとこ手前に鍵奥にはランドセル下に落ちているランドセル手前拳銃なしランドセル取るのはランドセルって取った方がいいんですか 必要じゃないんだったらあの、ジェノサイドエンドに必要でないんだったらあの、取らない可能性あります。鍵って言ってるんだ、やっぱり。目を盗んで鍵を取る。なるほど、だからあいつ動き,動き回ってるんだ。なんでスマホの方のチャット、みんな見れてるパソコンの方は僕も見れてるんですけどね、スマホの方のチャットが見れない。 こっちでいこうランドセル見てる間に鍵拾う OK あカラコさん鍵ありがとうございます鍵鍵見るねじゃあこれだなあ,あ光ってるやっぱ左側だな鍵って言って見えてるのにーーすぐそこにあるのに 鍵ーーオッケーあっやばいやばいやばい逃げる逃げるタイミングむずあ行けたかあ行けたなこんなとこ時間使ってる場合じゃなかったな ャット戻ってあきた戻ったよしカギ見えてるよカギ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 次行きます次奥に行ったら行きますカギじゃなくて よし、拾った、拾え。いい管理の鍵を手にあっ、やば,あいいやばい。やばい。やばい、やばい、やばい。ふってばれた、ふってばれたけど、ここは走っていい走って一気に管理小屋まで行くか、行けるのかな管理小屋、OK。 意外と大丈夫オッケーオッケーオッケーフって言ってた鍵あったんかいっていうことでしょうねそれかおーっと思ったけど鍵のことは全く彼はまだ気づいていなかった管理小屋オッケーゴー了解です電気つけない方がいいよね管理小屋まっすぐそれは分かってんのうわーすごい近かった 知らん。若さでアタック。うわっうわー、アチックやばいやばいやばい,いやばいイダンツが抜けたい頑張れ大丈夫大丈夫あ、走れない腰やられた腰やられたあ、下にいるあ、これ無理もう。 あ、あーやばいいや、駆け抜けろ大丈夫だ若さでアタック若さでアタックああ宮山さーん <laughs> 無理ああ最後白目で死んでるうわー長駆け抜けれないたくさんいた死人だらけ <laughs> なんだよ、無理だよ、これ、こんなの、はあ。落ち着け、落ち着け、落ち着け。整理、整理、整理、整理。もう仕方がない。だって、もう丸腰なんだから、結果、死にゲーだからね。赤い水飲んで、まだ時間的には大丈夫でしょう。大丈夫、大丈夫、大丈夫。ちょっと体が熱くなっただけ、エアコン下げます。 よし。でも志村さんの後ちょっと調子狂っちゃうんだよね。やっぱ志村さんのとこ結構スイ,スイで、銃も使えるからね、猟銃も使えるからあれなんですけど、ちょっとやっぱり猟銃の後の丸腰っていうのをね、うまいこと作ってるんだよ。サイレンスタッフチームは、チームサイレンは。そこなんですよ。そういうとこですよ、本当に。っていうね、ちょっと愚痴を、えー、こぼさせていただいた後に。 ドラゲン時間がないからねとにかく今のところまで OK、は、鍵、い、ーーまで行こう何人いるんだろう<何>これなんだよな多分これなんだよな こんなことやったら時間過ぎちゃうよ。これでしょ。こいつが上がってくるのは分かってるの。それがいいとして、これは違うでしょ。これだね。はい、そこ来た。こいつが下がっていったら一緒についていく作戦。 大丈夫近い行け行け虫虫虫虫虫あ、走り方が…操作性…彼らは一旦無視しよう ーなタイミングで見つかっっったぞやっぱ走っちゃダメでももうここまできたら拾うしかない拾って後ろ向いてダッシュね拾って後ろ向いてダッシュそういえばなんか始まる前にチャット欄で後ろ向く方法は左スイッググーンと下にあると向きますよって書いてあったんだ始まる前のチャット見てたんですけどそれここで今こそ挑戦するべきだ立つさんいけます赤い水飲んで頑張ってくださいありがとう 行くよ拾って後ろ向いて騒いでる呼んでる間に走れさあここからですよ彼がどこまで来るか分からないけども見失ってるねよし次だこいつだ そして今だ嘘ぴょん嘘でした嘘でした今じゃなかったですすいませんでももう知らない行くって決めたんだあーやばい一緒一緒の展開だいやさっきと一緒の展開やあ宮浜さん腰やられるやつでしょ 挟まれたー挟まれた <laughs> まあ、もうー三浜さん、足そんなに速くなかった。ヒール脱いで。わかるでしょう。こんなもう足元土んとこでヒール履くから。絶望、相性よくなーい美 <laughs> 浜さんと相性が良くなーい 志村さんとの相性とえらい違いだ。ヒール抜こう、まず、ザックザック言ってんのよ。絶対ヒールじゃないって、美浜さんもう、アーカイブで靴拾えないかね。やばい、やばい、初めてかも。初めて、再放送。<laughs> 初めてやばいって思ってるかも。やばい中でも。基本やばいって思いながらやってるのに、これやばい。 ちょっと待って、どうやってあそこまで行ったらいい駆け抜けれないよ。左通りますよ。あ、さっきのところの線路上じゃなくて左を行くってことかな。しゃがんでゆっくりは無理じゃないだって。歩く ?8 月クリアわからない。ちょっと頑張るしかないけどね。やりますよ。どんな手を使ってでもやってみますよ。やってやりますよ。 左側でしゃがんでいけるその左側っていうのはあのあれかトロッコみたいになってるところかトロッコ置き場みたいなさ鍵ゲットしたらサイレン小屋近くのしビとしカイジャックし,たして安全に行きましょうなるほどしビとがうおーって言ったら、ね、横を抜けるまあねトロッコの横からしゃが抜けかそれしかないか 左側っていうのはあのー、あれですよね。うん。よしもう一回。オッケー行きますよ。あ、は、れ、い、彼もう分かってきたもう彼が徹底的弱してるから。 間違えた,間違えた登ってきてる鹿で待機してる一応ね。 なんでなんで、あく,くなんでさっきよし、あ大丈夫大丈夫、気のせい気のせい、気のせい気のせい気のせい,気のせい、あいつがねこっち振り向くんだわ。

うーん…カーギルねそこ…<ー>はいカギカギ…<ー>はいはい<ー>さよならさよならねはいさあ腰れ視ジャック一回しとくかなぁしたって無理なんだけどね 分かってるんだけどねこいつでしょうはいあそこにいるやつだそれでこれはまあいっとこういうのこれもこれいってますよでも左側ねあれいいの これ今左側行ってるけどねあトロッコのもういっぱいすぎて分かんないよどれをしっかりジャックしていいんだ悔しいわ 入んないけど入ろうはい安全室安全室入ったこっから見えないかな外の様子見えないあっこれがあれでしょもう一人いるんだよそこになこれだ違う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  いすぎなんですよね、うん、あーやんなる司会ジャックの量が多すぎてやんなるどれだこれで、ね、開けてみようあっあっあっ、はあっいた 近かったね思ったよりあれ違う違う違うこれはまだでしょう近かったね思ったよりこいつをおびき寄せといて今のうちにそしてこの左左ってどこちゃう い,やいけない。 人の観察集まれし人の森はあすごい近い <laughs> もう一人下にいることは分かってんなよ走ん走ん あいつだよねはい見つかった駆け抜けよううるさいうるさいだぐる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 ,ぐる,ぐるとああ うわーすごい近いよ。こいつどうしようかー。行 <laughs> けー。とにかく。あ,ーあったー。うわー撃ち殺せるかこのタイミングどうでしょうかー。<laughs> どうでしょうかー。皆さん。拾え。そう、まず拾うんだ。君は。 これで武器を持った二十六年式拳銃すぐ来るよ左来るでしょうだってあいつはもう気づいていらっしゃるからね R1 ま <noise> よしよしはいはいここまで来ました皆さんここまで来ましたけど ゴルゴになれないね、ちょっとちっちゃい銃だから。さあ、皆さん、ここからは、あの、本当にあの申し訳ないんですけどね、ジェノサイドエンドに向かってですね、行きたいということで、その情報を集めたいです。ここから何をすべきかあ、リロード、はい、リロードはします。ここに行くんだ。 いやー今んとこ、あの巣を抜けてくのかい。そっか、あの上に行けばいいのか。ライトはつけた方が新しい、確かに。もうこうなったらね、倒しながら行くしかないですよね。ランドセルは本当に必要かどうかっていう問題を教えてください、皆さん。ランドセルに行くべきかどうか、球数も多分ね、制限されてるでしょう。 まずはリロードしてライトつけます、うん。サイレン小屋のスイッチを鳴らしていこう。サイレン小屋、サイレン鳴らすんだ。サイレン鳴らした方がいいんですかまた行かなきゃいけないんだ。サイレン鳴らして事務所地下。事務所の地下事務所って何最初のあの、事務所って何 ランドセルは不要。ランドセルらない。分かった。ランドセルらない。今回はランドセアーカイブねあ。じゃあ大丈夫だ。アーカイブはあの本当にあの無視するというふうに決めてますんで。<laughs> ちょっとこれもう、あの嘘情報はお願いしますよあの。気持ちは分かるんですけど、はい。気持ちは分かってます。全部やってほしいというね。ただちょっとオーカーを望まないでくださいあの。下手くそですが、クリア目指して頑張りますと書いてますんで、皆様、すいません、そこのとこだけ。よろしくお願いします。 分かれてるな、ランドスルーは大丈夫と、ランドスルーは条件にでも行けるっていうのとね、サイレンがでサイレンは鳴らすと、はい。何のためにサイレン鳴らすのかっていうことですよね。サイレン小屋で行って、サイレン小屋行ってサイレン鳴らす。サイレン小屋でスサイレン鳴らして、スナイパーシビトが降りてきたらトロッコをして、トロッコ。お、トロッコ。 トロッコうーん、ちょっと1300人の方ありがと、ありがたいんですけど、意見が割れてるなちょっとこういう時はですねこういう時こそこれを見て、一度ね、どの意見をについていくかというのを決めましょう時間も時間なんでね、多分これがラストチャンスです今。今これやってるのが今回のラストチャンスになると思われます。 ちょっとね僕の集中力的にも結構ここが多分限界だと思うなここは相当大変なところだうん管理小屋の近くにはシビトコが廃棄してる第五号車庫の鍵っていうのがこぼれ落ちるから取った方がいいって書いてある それ取った方がいいのかなんか落ちてくるんだ。出たら落ちてくるんだ。じゃあ一回リロードして。これで電気つけて。あのちょっとあ、ガチャンってすっごい音とした。これああ操作性が。 あ厄介あ厄介な操作性だ何か第,第5号車庫の鍵を手に入れたこれは必要だったか分かりませんけどもそれでサイレン越えねいったあいつはまだいい上にいる弾持たないから 見つかったら電気つける後ろついてこう作戦しよう困った時はしびとの後ろついてこう作戦する振り向くか貴様あ弾っ玉持たないよサイレン、はい、こうやってサイレンゴやって確かまっすぐだったっけ まっすぐ行ってそのまま左よししゃがんだほうがいいサイレン小屋の前にランドセルランドセルはちょっとごめんなさい一回次にしようかなねランドセルはおのおの個人で行ってみてくださいはい どこにいるか分かんなくなっちゃったこれか開いてたあ開けっぱなしだったよあタイマーが もうちょっとだけやらせてください、すみません。ちょっとだけ延長、ここ,こ,こ,の,この回まですみません、やらせてください。う実家みたいに <laughs> 開けっぱなしだった、両方とも開けっぱなしだった。今、ランドセルの方が楽。このね、だけは、ここだけはクリアしたいね、このステージシナリオだけはね。うーん。 どうしたらいいんだ皆さんちょっとだけ力をお貸しください。サイレンを鳴らすトロッコで半壊状態にというふうには書いてあるんですけどねトロッコに行くっていうのも分かるんだよトロッコの位置もね、分かってるんですけどねここなんでね今市人が行った方に行けばいいんだ。 篠原さんのお好みいやお好みか、お好み難しいな。ランドセルは後でも大丈夫。うんっていう意見とランドセルは必要行動ですっていう方とね。うんランドセルというか図書、あ、図書カードが必要なの迷,い迷うね。 うん、どうですかね。うーん、SDK なら直感でいける。直感か条件つうのはめんどくさいんだ。そうか。じゃあ、いっとくか。どうせここでダメだったら、また次回ここからやらなきゃいけないわけだし。とにかく、ランドセルは、さっきの鍵、鍵の奥だよね。鍵、鍵を倒せばいいんだ。じゃあ、こうしましょう。ランドセル。 で、そいつを倒して、サイレンを鳴らす、そういう流れですか。どうなんでしょうか、そういう流れでいいでしょうか。多分、そうでしょうね。うん。オッケー、それでいきましょう。 こいつはもう、倒せるんだからね。リロードしとこつけたまま、突進だ。おい、鍵鍵気づけあれちょっと富山さんみたいな顔してた。 今の渋人富山さん顔だったのランドセルを開く、はあ、これでいいのかな図書カードがアーカイブに追加されおおなるほどミハーマ浜ーの初日22時終了条件2のクリアのための必要コードを達成しましたとさあこれでサイレン越え戻って サイレン鳴らして次トロッコ行ってトロッコ押すと富山さん富山さんっていうねあのスタッフさんがディレクターさんなサイレンを作った生みの親と言っても過言じゃない富山さんにちょっと見てたね気のせいかなそういうのちょっと安心するね <laughs> 怖さが若干半減する、うん、あっ気付かれたそういう問題あっちか開けてくるかなこいつえなんでよ当たんない なんか変なところで倒しちゃったけど大丈夫かななんかこんなところで倒しちゃったけど大丈夫ですかねこれでサイレン鳴らしてトロッコに行くこれトロッコ押した方がいいのかなああなるほどトロッコは全滅に有効なので条件にでなるほどフミウルフさん分かりやすいってことは これサイレン鳴らさなくてもいいのか鳴らした方がでもいいのサイレン鳴らして、猟銃が飛び降りてくるくらいのタイミングで上がって逃げる。それが分からないんだよね。猟銃っていうのがいるんだね。さっきいたかな銃キャラは何もしないときに浄土するそ。知ってる、知ってる。そうなんだよね。勝手にやってくれるってありますね。あライトか。ライトなるほど。 細かい設定だな、ライトてやってなかったから当たりづらかったんだ。うーん、では、トロッコいらない説がな多いので、じゃあ、サイレン鳴らしたら猟銃シビトをジャックしましょう。なるほど。今のうちにじゃ猟銃シビトをジャックした方がいいね。そうしよう。わかるかな これか今のやつかな今のやつだよね彼が落ちてくるのかその隙に上に行くと。うん、うん。こいつが今のが落ちてくると。なるほどなるほど。OK。 ちょっとやってみよう鳴らすよ鳴らすよはい来い頑張れ <laughs> これか ええ嘘だ <laughs> 嘘だ, <laughs> 嘘,だ <laughs> 嘘や嘘や <laughs> 後ろにいた <laughs> 後ろにおったんかーいって <laughs> でもこっちだよね <laughs> え今見つかった <laughs> えいけるかいけ頑張れラストチャンス こっちだね。頑張って、頑張って。おっよっしゃー <laughs> うわー、奇跡危ねえ後ろにいただからドア開けっぱなしダメだって、俺。<laughs> 皆さんありがとうございます コメント欄チ、チャット欄の皆さんのおかげだ。ありがとうございます。うわぁ、どうなることかと思った。いきなり、後ろにいたとき。三浜、後ろ、後ろ。いやぁ、ぶない、駆け抜けた。あー、カラコさんかな。ありがとう。の動画の、あーなんかやった感じがすごいする。いやぁ、ありがとうございます。皆さん。白な、後ろ、後ろ。SDK、後ろ、後ろ。三浜、後ろ、後ろでした。 生き返ったのかさっきのやつがそうかサイレン聞いて生き返ったのかあんなとこで谷さん谷111さんありがとうございますおめでとうございますってことでありがとういやーよかったちょっと時間オーバーしちゃいましたけど皆さんすいませんいやーよかった松松ン美さんお疲れ様ですありがとうありがとうございますあーいや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  KK さん、おめでとう、お疲れ様。ありがとうございます。いやー、ここは手に汗握ったなー。一応、でもランドセルもできましたしね。皆さんのおかげですよ。ありがとうございます、本当に。いやー、なんとか、ランドセルも今のうちにできていたし、ちょっとこれは皆さんにもう一回アーカイブでもね、まだ見てない方も見てほしいなー、この頑張りは。はー。 IBC さん、ありがとうゴール、ありがとうございますいやー、こんなことになると、むしろ眺めが嬉しい。いやいや、そんなこと、ね、ありがとうございます。言っていただいて。はー、いやー、どうなることかと思った。めっちゃハラハラしましたね、本当に。すいません、ハラハラさせましたね。いやー、サイレン感じたな三浜さんとの相性悪いかと思ったけど、 志賀慎吾さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。カノコさん、お疲れ様です。赤い水飲んで休んでください。ありがとう。休ませていただきます。これはちょっと見応えあったな。志村さんからのこの、やり応えもすごかったな、三浜さん。ちょっと汗かいた。馬マボさん、三浜は終了条件2が激ムズワでファイトです。なるほど。これより難しいんだ。 今までやった中で一番難しかったけどな三浜さん、しんどかったなありがとうございます。皆さん、本当に。いやー集中疲れした顔ひどかったよね、絶対。<laughs> 一人でやってて余裕がないから。あ、三沢さんもおめでとう、すごい。ありがとうございます。いや、大変でした、ここ。次の三浜さんのね、終了時には、ぜひ三沢さんやってください。<laughs> またゲストでぜひ来た時にお願いします。 これは大変だった。いや、ほんとどうなるかと思うってことあるんだね。いやー、皆さん本当ありがとうございます。チャット欄の皆様、1300名の、ね、方、持っていたのかな。本当ありがとうございました。いやー、ご心配おかけしましたが、なんとか、まあね、これ多分、日にち開けたらできなかっただろうしな。 よかったですはいということでとりあえずこれ先行こうもしかしてどんな感じなんだろう一瞬ね今日のステージはここまでってことであっ <coughs> 今日や来たここか何なんだよこの村もあいつらも何なんだよ君もこの村もあいつらもあいつの言ってた <君>間違いになるってどういうことだよ変な奴だと思ってんでしょ私のこと。思ってるよ。私だって、こんな村大っ嫌い。お前のこと、あんな気持ち悪いやつらと一緒になんかさせないから、安心して。ね、どういうことおい、おい。おい寝る。なんだよ、なんだよ。よく寝れるよな。<laughs> よく寝れるよな。 宮古おお最後に京也見れた京也と田宮見れた嬉しい突然来たねえ久しぶりに田宮見れました赤グレなんだろうグレー葵さんっていうのかなクレさん ナイス駆け抜け、美浜赤い水です。ありがとう。いただきます。赤い水飲ませていただきます。なんだよ。よく寝れるよな。言ってましたね。僕好きなシーンです。はい。今のところ好きなシーン。ちなみにね、よくあのコメント欄とかチャット欄とかでも、あの声が渋くなりましたねとか、大人になりましたねって言われるんですけど、もともとこの収録した時が僕19歳ですでに声は実は低くて。 であのー、16歳の設定って聞いていたので声変わりするかしないかぐらいの感じかなと思ってあのわざと声をちょっと高くしてね当時、まあ、19歳の時よりか多少やっぱ低くはなってるんですけど当時もあの声を高くして、あのー、収録に臨んだという感じでございました、はい、いやーよかったなんかやりきってなんか最後にねご褒美でだみや 今日やっと宮子を見せていただいたって感じしましたね。はあ、整備します。いやあここは苦労したな。アイアビシーさんありがとうございます。ゴール。あれ違ったかな。からこさん。ちょっと順番が分かんなくなっちゃったかな。 ちゃんと皆さんの分言えたかなかなこさんお疲れ様です赤い水飲んで休んでくださいねっいやー皆様本当に今日はここまでかなうーん私も好きなシーンですああ嬉しいですそう言っていただけてもう早く次が見たいな嬉しいなそう言ってねもらえてやはりかっこいいいやいやいやありがとうございます何度の鍵がないんだ俺 そうなんだどこのことか分かんないな。ねループでループだったね。現代、篠田さん、主人公の新作サイレン出ないかな。ねそ出たらいいんですけどね。テミーさん、須田宮記念、ありがとうございますも喜ぶと思います。 さあ続いては、難度の鍵がないとかなりきついんだ。そうなんだ。どこの難度の鍵がないんだろうな。ちょっとね、今シナリオ、一応見てみますけど、今で美浜終わってデモ、津田のデモが終わって、セーブして、次が多ン先生なのかな。 いやこれね皆さんね、これ驚きなんです、僕も結構ねここまでやってきたなと思ったんですけど、まだなんと、この1ページ、ここからスタートして、やっと今、ここなんですよ。やっと今、ここ終わったばっかなの。それで、あの僕が目指しているジェノサイドエンドって、こっから今、ここで、1ページ終わって、2ページ終わって、この3ページ、ここの辺ぐらいなんですね。下手したらこっちか、もう1個かもしれない。 これやばいんですよ。8月5日までに本当に、あの、目指せるかどうかっていうね。で、ちょっと、僕はね、皆さんとの約束を守りたいんです。8月5日までに、クリア目指すと。一緒に頑張りましょうと。お願いします。協力してくださいというふうに言わせていただいたんですけど、ここで、発表があります。うん。次回 は、確か14日の日曜日。日曜日14日あったらよね。日曜日。14日日曜日に、この続き配信したいと思います。<laughs> そしてまだあります。その日14日日曜日はですね。なんと、サイレン大好き。そして、サイレンの、LINE スタンプ。 そして、サイレン店の、などを企画している、原くんことタイガー原にですね、スペシャルゲストとして来ていただいて、原くんと一緒に推し進めようスペシャルしたいと思いますこれはですね、時間を、まあ、二人の1時間半とか2時間ぐらいにしまして、プレイ時間、とにかく原くんに進めてもらうと <laughs>。とにかくとにかく進めてもらう。ただ、 途中で、須田京也のとことか出てきたら、僕がやる。あとは、タイガー原に、サイレン大好きですから、彼は。本当に愛してますから。同じね、サイレンクラスターとして。サイレンを進めていただこうじゃないかと。そして、8月5日のゴールまで、目指したいと思います。<laughs> はい。なのでですね、日曜日はね、夕方ぐらいからスタートしたいと思っております。 早めの時間。皆さん、ね、日曜日なので、ぜひとも、早めに、皆さん一緒に盛り上がれたらいいなと思っております。よろしくお願いします。原くんと共に、次回は、頑張ります。チート会。チートって書いてある。<laughs> ね、チート会になってくれたらいいです。はい。だから、あの、今日とか今まで見てくれた、僕のこの番組、SDK 本人が本気でサイレンのクリアを目指して見た生ゲーム実況。 とは違うゲーム実況主ののプロの方みたいな話になにるかもしれません楽しみだよとか、今日ここまで SDK お疲れ様とか、よく頑張ったねって思ってくれる方はですね、ぜひとも、いいね、そしてコメント、そしてチャンネル登録、そして面白かったよっていうツイッターでね、拡散、今していただけたらありがたいです。よろしくお願いします。励みになります。今日はもう汗びっしょりです。 はい皆さんあ、コメントありがとうございます。ちょっとね、頑張るよ。<laughs> どうにか、こうにか、目指します。少しでも先にね、いけるように、頑張りたいと思いますんで、ぜひとも皆さん、よろしくお願いします。次回も。次回は、6月14日日曜日、夕方から、タイガー・ハラ君とですね、 推し進めよう。サイレン。生ゲームスペシャルでございます。よろしくお願いします。さあ、ということです。あ、ありがとうございます。溝、溝上弘明さん。ナイス決断。ありがとうございます。からこさん、チート会楽しみにします。ね。あんまり言うとね、原くんがプレッシャーになっちゃうんでね。プレッシャーかけた、かけすぎちゃうのかえそうですけど、でも原くんならやってくれると思います。 はい、SDK と、ね、あのサイレンクラスとか見守る中で原君に華麗なプレーを見せていただきたいと思いますどうなることやら、ね、分かりませんけどちょっとですねお楽しみにという感じでございますということで、えー、皆様ちょっと長くなってしまいましたが本日、今回もありがとうございましたまたぜひ次回お楽しみに っていうことで、ホラーゲームサイレン、えー、須田恭也役、篠谷光吉でした。それではまた、みんな。じゃあね。バイバイ。